救急隊とは救急現場に駆けつけ傷病者に対して適切な処置を行い速やかに救急車で病院へ搬送する部隊のこと。日本の消防では救急搬送も担っており、救急隊は全国の消防本部や消防署に設置されている。消防理員の中から救急家庭研修を受け救急隊員の資格を持った隊長。 単員と機関員の3名で1体が構成されるのが原則であるが、平成29年4月からは、離島や過疎地域等の救急隊においては3名のうち1名を、準救急団員で構成することが可能となった。今までは、救急隊員が傷病者を病院まで搬送するだけで、医療行為を行うことは認められていなかったが、救急救命士国家試験を受験し、 救急救命士資格を取り認定を受けた隊員は、医師の指示のもと心肺停止状態の傷病者に対して、静脈炉確保と器具を用いた、軌道確保さらに薬剤投与が可能になった。2014年にはショックが疑われるまたは、クラッシュ症候群が疑われるもしくは、クラッシュ症候群に至る可能性がある傷病者に対するに対して、静脈炉確保と血統艇により、 低血糖状態の傷病者に対する武道投与液の投与が追加された。これらの処置は特定行為と呼ばれる。全国の救急隊に救命処置を行うためのスペースを確保した高規格救急車を配備し、最低1名の救急救命士を乗車させることを目標とされている。その一方で人員が限られる中、小規模消防本部の文書、出張書、文献書では、 救急隊と消防隊や救助隊を兼務していることもある。また、常備消防を行い、非常備消防の自治体では、自治体職員が救急搬送のみを行う、いわゆる役場救急がほとんどであるが、救急救命士資格を持たない自治体職員で救急業務を行う場合、医療行為はできない。2015年民間企業に所属する救急救命士が、 薬場救急に同行し、通常の救急隊と同様の医療行為、救命業務を行う、救急救命業務委託が日本で初めて実施され、日本初の企業、日本救急システムが宮崎県三里町及び徳島県勝浦町から委託を受けて実施している。タイにおいては2008年のタイ国立救急医療センター設立まで政府機関としての救急隊は存在しなかった。 そのため、公的な救急隊の設立後も、傷病者の病院搬送、災害救命活動などは、禅道と呼ばれる、仏教系、ボランティア団体が行うことが多い。著名な団体に、佳境法徳禅道、大国吉典禅道、合わせもぐさ同性禅道などがある。ありがとうございます。